なんか変形したんですけど気持ち悪い。はい、ということで今回からこのドラクエモンスターズジョーカー3やっていきたいと思います。初めからプレイヤーの名前はまあもちろんアユナで、あーゆーちげあゆーの、はい、これで OK。 お、イメージチェンジとかできるんやね。あ、なんかいろいろと色がね変えられるみたいなんやけど、まあ私は体験版もこのままやったし決定このままで、まあ体験版もこのまんまやったっていうか体験版は変えれんかったんやけどね。お、すごい、ちゃんとストーリーがあるね。やっぱり当たり前っちゃ当たり前なんやけど、体験版の方って何のストーリーもなかったけん、もう少し、もう少しなんだ、間に合ってくれ。何かの開発できたぞ。あとはこれを、ん？何やろあれ。体験版の方はね、いきなりどこかしらの洞窟を抜けた場所からスタートやったけん、よく意味がね、わからんかったけど、ん、この人は狙われとるってことかな。届け、希望のところまで。希望のところ、すごい抽象的な。お、え、めっちゃ窓ガラス割ってったけど、すごい、めっちゃ飛んで生きよる。すごい大冒険やね。何、世界中を巡るんじゃないこれ。これ体験版とはどこがどういう風に違うんかっていうのをね、ちょっとよく見ていきたいんやけど、やっぱりマップもあの場所だけじゃないんかな。やっぱりもっといろんな場所に行けるようになったりとかする？これ、ドラクエモンスターズジョーカー3やけど、私は1も2もやったことがない。そして、まあ、モンスターズ、ドラクエモンスターズ自体も、イルとルカのやつを多分、いつかな、ものすごい昔にやった、ちょこっとやっただけやけん。まあ、ほぼほぼ、新鮮な気持ちで、やるということになるんやけどね。まあでも、体験版をやった限りでは、ものすごく楽しかった。ライド機能がすごく楽しい。え、なんだ、燃えたよ。え、も、何？隕石みたいな感じ？めっちゃくぼみできそうやけど、あれ、クレーターというやつが。ん？落ちた？お。ん？ジョーカーって書いてる。まるでちょっとサイヤ人が出てきそうな感じやけど。お。どこ？ここは。なんかちょっとだいぶ雰囲気の違う場所。輝きすぎじゃない？ちょっと。花。お、なんか大きいお屋敷。ここでなんかあるんかな？お、あれは主人公？やねん。ここからスタートか。なるほど。やっぱりポンっていきなり洞窟を抜けたとこからじゃないんやね。ピピ、おはようございます。あなたのしもべのサンチョでございます。しもべのサンチョ。なんかサンチョっていうキャラクターさ、昔おらんかった？ドラクエ5かなんかで。その時にもしもべっぽい感じやったけど。朝食ができております。テーブルまでお越しください。なんか全く同じようなセリフを、昔どこかで聞いたような気がする。これってあれかな？普通のドラクエみたいに、棚とかタンスを調べることはできないのか。なんとかゴールド発見、ん？なんだ？
びっくりマーク。日記帳らしきものを見つけた。丸月バツ日晴れ。今日もアイナ様はお元気でした。大変結構なことです。何それ、なんかそんな日記帳を つけられよ、私。別に何もないね。うん、特に何があるわけでもなく。お、おる。どうぞ召し上がってください。美味しいですよ。アユナは出された朝食を食べた。しもべとか言われてもね、誰だ？何、お坊ちゃまなんじゃおかって。惚れ惚れする食べっぷりでした。満足されたようで何よりです。ところでご主人様、今日のご予定はお決まりですか？今日もお天気がよろしいようです。庭でお昼寝などいかがですか？そうやね。行こうか、庭に。かしこまりました。お庭でごゆっくりとお休みください。それでは今日も良い一日を。ここは楽園。安全で優しい世界。誰もご主人様を傷つけません。そして、どんなことでもご主人様の自由。好きなことをされてよろしいんですよ。何ができるのか確かめたいのでしたら、X ボタンを押し、旅の心得をお読みください。X ボタン。てか、怪しすぎん？ここは楽園とかもう確実になんか、怪しい芸に何者でもないんだけど。基本、話す、調べる。A ボタンね。びっくりマークを見つけたら、調べていくと。で、基本移動中のアクションは、B ボタンでジャンプ、Y ボタンプラス十字ボタンで周囲を見回し。あれ、R ボタンと L ボタン。LR じゃなかったっけ？様々なアクションをすることが可能。オッケーオッケー。ほら、LR で見渡せるよ。間違えた。立ち止まって、あ、ほんとや、Y ボタンでもできる。なるほどね。両方使えるんやね。あ、さっきの場所。お、外におるやん。違うやつかな、こいつ。あれ、山頂や、やっぱり。ここではどんなことでもご主人様の自由。好きなことをされてよろしいんですよ。何ができるのか確かめたいんでしたら、X ボタンを押し、旅の心得をお読みください。怪しすぎよね。なんかこれ夢落ちとかそういうパターンじゃない？絶対そうやって。怪しいって。ん？でかいスライムおる。あ、話せる。プルプル。ねえ、アイナ。今日は何をして遊ぼうか。そうだ、アイナ。ねえ、雲の数でも数えてみようか。Y ボタンを押しながら十字ボタンを動かせばあっちこっちをぐるぐる見回せるよ。雲の数なんて果てしなすぎるやろ。ていうか、繋がってね。全然分かれてない。あ、モーモン。モーモン、モーモン。こいつも喋れるん。おお。何をしようか迷ったら、下画面の地図を見て、赤い、びっくりマークを探すといいんだもん。迷いがなくなったら B ボタンでジャンプ。元気よく飛び跳ねて遊ぶんだもん。あ、あっこの部分に。じゃ、とりあえず向かおうか。地図上に赤いびっくりマークが現れとるけん。まだできることは結構少ないけん、二段ジャンプとかはできんねよね。てか二段ジャンプって人間でもできたんかな。ここ？あ、ここ、あ、これさっきの。ねえ、落ちてきたやつや。正体不明のボットだ。見たことのない機械が中に入っている。どうやら頭に装備する機械のようだ。謎の機械を装備してみますか。ほい。普通は謎の機械見かけたけんってセットせんけどね。なんか体に悪い影響ありそうやん。お、あ、リアクターやん、これ。これより着用者の確認を行います。バイタルチェック開始。ん？バイタルチェック開始。登録されている DNA データと一致。正規の着用者であると認定します。あ、そうか、ジョーカーって書いてたもんね。私はアユナですけど。プログラムを自動再生。ガイドビーコン送信を開始します。DNA と一致ってどういうことやろ？正規の着用者なんやって、私。なんかどっかから飛んできたのね、これ。お。けた。誰？見つけた。やっと見つけた、アユナ。何？知り合い？え？敵？びっくりした。攻撃が飛んでくるんかと思った。現れるだけがいい。何この謎の少女は。探した、あなたのこと。
ジャミングは強力で大変だった。ジャミングって何？お。いかませんご主人様。この女は世界を滅ぼす悪魔です。言いなりになってはダメです。リアクターを捨てて逃げてください。こいつの方が怪しいよ。え？え？何これ？なんか変形したんですけど気持ち悪い。邪魔をしないで。あなたなど用はないわ。おー、何やっつける？うわぁ。ギギ。メインシステムに大きなダメージが発生しました。この空間を維持できません。幻覚発生装置にエラーが発生。あ、夢じゃない。幻覚？起きとんやね、一応。まずはあなたを。この幻の世界から解放する。こっちの方が味方ってことや、やっぱり。だって怪しいもん、ここは楽園とか絶対ありえんやん。お、世界が崩れてゆく。でもなんでこんな世界に、おったんやろうね、私は。誰が何のために？ん？なんかめっちゃ洞窟の中みたいになったけど。こんな場所にさっきからずっとおったんやね。え、どこで何を食べおったんやろ、私は。空腹自体は満たされてはいないってこと？死ぬやん。ここから出ましょう、アユナ。こんな場所にいてはいけないわ。私はずっとこの洞窟の中だけにおったってこと。へえ、誰が閉じ込めた？これさっきの山頂。バラバラになった山頂が転がっている。壊れてしまったようだ。なるほど、壊れてしまったんだな。で、これ。謎の装置が入ったカプセルだ。もう壊れているのか反応がない。あ、じゃあ、最後の力を振り絞って、私にリアクターを与えてくれたわけだね。とりあえず出口を。めっちゃぐるっと回るやん。これってあれかな？このぐるっとなっとるのが、さっきのあの地図上のやつってこと？ひえー。お、出れる出れる。ん？あ、さっきの女の子？早いね。この先に見える世界こそ、あなたから奪われた世界。ごめんなさい。すべてを伝えるには時間が足りないみたい。え、なに？この子も、映像？え？なに？そのリアクターは道しるべ。あなたを真実へと導くためにある。旅立ちなさい、アイナ。世界があなたに真実を教えてくれる。そしてあなたがすべてを知ったとき、今度こそ私たちの目的を果たせる。え、真実とやらは、最後の方まで明かされんかったりするんかな？気になるんやけど。消えたし。お、これは、体験版はここからやったんやね。なるほど。すごい大事なストーリーが、事前にああいう風にあったわけや。とりあえずここからは一緒なんかな。ね、体験版こんな感じで始まったよね。まあ、そりゃいきなりここから始められてもわからんわな。で、こっから何をすればいいんやろ。普通にまた村に向かうんかな。あなたの冒険を完全確実にサポートするリアクターシステムにようこそ。当装置はあなたを支援するために作られた多目的端末リアクターです。付近で集落らしき反応を確認しました。下画面の波マップに表示します。わかるよ。あの正面のとこやろ。冒険中、道に迷うことがあったら、表示された目的地へ向かうと良いでしょう。多分体験版みたいに、次々依頼を受けてこなして、依頼を受けてこなして、ああいう淡々とした繰り返しではないんやろうなとは思うよね。また、下画面右下をタッチすると、リアクターのサーチ機能へと移行できます。調べたいものを見つけたときは、サーチ機能で詳しく調べてみると良いでしょう。では、リアクターと共に、実りある冒険を、あなたの全てを取り戻すために、なんやろ、記憶がないとかそういうことかな。
ずっとあんなとこに閉じ込められとったぐらいやし。ん、なんか落ちとる。は、石ころを手に入れた。ん、これも石ころか。さあ、ここから私の冒険が始まるのだね。お、なんだ？ん？こういうのはなかったな。やっぱりストーリーの部分がバッサリカットされとったわけや、あれは。あー、なんか飛び出してきそう。モンスター？土井長、危ない長。いや、野長らや。めっちゃドアップできたけど。おー、ほらほらほら。あいたた、ひどい目にあったっちょ。いやはや悪かったっちょ。お前、怪我はなかったかしょ？お、ブリジュニャンと一緒におる。オイラはのちょうら族のものだっちょ。こう見えて、魔物じゃないから安心するっちょ。のちょうらと魔物じゃないんや。そして、ここにいるのはノラモンスターのプリズニアだっちょ。まあ、何かしら種族ってことかな。のちょうら。あっこら、お前。なになになに、襲われる？お？超懐かれてますけど。なんだなんだ。あれれ？なんだオイラが乗ってたプリズニアンがお前に懐いてるっちょ。そういえば、のちょうら族のキングから聞いたことがあるっちょ。魔物を従える力を持つモンスターマスターという人間がいるって。まさかお前がそのモンスターマスター？そういうことだな。そのプリズニアン、お前に懐いてるだし、仲間にしたらどうかちょ。プリズニアンを仲間にしますか。おお、すごい。早速最初のモンスターが与えられた。プリズニアンが仲間になった。ん？プリズニアンの名前。名前は、このまんまプリで。プリプリ。かわいいね。プリ、いい名前っちゃね。さすがはモンスターマスターだちょ。ところでお前、名前は？ふんふん、アユナっていうのかちょ。まさかこんなところでお前というモンスターマスターに出会えるとは。これはみんなを助けられるチャンスかも。ちょっとお前、こっちに来るっちょ。お前って。なになに、なんか危機に瀕しとるん？のちょうら族。お、初めての仲間。初めて仲間モンスターを手に入れた者に贈られる称号。お、こいつよね。さっきのやつ？これ。あそこに何体か魔物がいるちょ。あれを相手に力を見せてほしいちょ。真のモンスターマスターならパパッとやっつけられるはずだちょ。まずあの魔物にぶつかってみるちょ。そしたら戦いになるからやっつけるちょ。お前なら仲間にした魔物と一緒にあいつらと戦えるはずだっちょ。ということらしい。こいつはなんか岩場から見守りよるけど。まあじゃあとりあえず今回はこの辺で終わっておきたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。ということは次回はさっきのスライムと戦って仲間にするっていうとこから始まるのかな。